アンタッチャブルはアメリカ合衆国のテレビドラマ。ABC テレビで1959年10月16日から1963年5月21日まで放送された。全116回とパイロット版が2回。モノクロ作品。日本ではネットで放映された。また、関東広域圏においては1970年代後半に、 東京12チャンネルにて深夜帯に放送されており、2020年代においても、アンタッチャブルイコールテレバンが印象深いという人が多い。1930年代、禁止法時代のアメリカを舞台に、FBI 特別捜査班の捜査官、エディオットネスが、シカゴ、ニューヨークをはじめ、アメリカのギャングや犯罪者を摘発する姿を描いた実録タッチの犯罪ドラマ。 原作は1957年に刊行されたネスの自伝。ネスは司法小種類取締局の特別捜査官として特別捜査班を発足させ、シカゴでアルカポネ逮捕に貢献したと主張していた。UPI 通信のスポーツライターだったオスカー・フレイリーはネスへのインタビューと提供された資料をもとに自伝ザンチューチャブルズとしてまとめた。自伝は成功を収めるが、 ネスは出版直前に休止し、その成功を見ることはなかった。テレビシリーズの放送に先駆けて、ABC テレビのデシル劇場の中で原作に基づき、特別捜査班がシカゴでカポネを逮捕するまでのストーリーが前後編で放映された。一般にパイロット版と呼ばれる。日本では土手腹に穴を開けろうの放題で劇場公開され、後に ザーンタッチャブル、と手腹に穴を開けろーな放題で VHS&LD 化もされた。上映時間93分。パイロット版の公表を受けシリーズ化が決定。その際にネスの立場を FBI 特別捜査班のリーダーと改めた。そのためドラマの中では本来ネスの関係しなかったラッキー・ルチアーのダッチ・シュルツ、レックス・ダイヤモンド、ケイト・バーカーなど、 悪名高い犯罪者とも対決することとなった。ナレーターにコラムニストとして一世を風靡したニコラス・ウィッチェルを起用しドキュメンタリードラマのようなタッチで演出された。ストーリーは FBI 特別捜査班がニューヨークやシカゴを舞台にギャングの絡んだ事件を解決するエピソードを中心にしつつ実在の有名なギャングや犯罪者の逮捕や末路 有名事件の天末を扱った作品も制作された。新聞や雑誌で騒がれた実在の有名ギャングが次々と登場し、エディオン、アメリカでは犯罪実録ドラマの草分けとして今もなお評価されている。日本での放送も爆発的なヒットとなり、アンタッチャブルという言葉が流行した。日本の刑事ドラマの古典的名作特別機動捜査隊は、 実録タッチのナレーションなど明らかにアンタッチャブルを意識している。一方、カポネをはじめ悪者のほとんどがイタリア系だったことから放送当時はイタリア系アメリカ人が ABC 本社前でのデモや番組のスポンサーとなっている企業の製品の不買運動を行った。イタリア系の歌手、俳優のフランク・シナトラも番組を批判している。また、 カポネの未亡人と息子も制作関係者に対して名誉毀損で裁判を起こしているが結局敗訴となっている。また暴力を助長するドラマとして批判され終盤ではクライマックスでの銃撃戦を控えるなどの路線変更が行われた。1987年にリメイク映画アンタッチャブルが1993年にリメイクテレビドラマ新アンタッチャブルが制作された。 中、レギュラーの声を担当していた声優は、草加と黒沢以外はゲストや脇役の声も担当していた。上記以外にも、松宮五郎、富田光生、近石慎助らが、準レギュラーとして参加し、毎回違った役を演じていた。なお、カポネ役が、小林清と紹介されていることが多いが、小林がカポネの声を担当したのは、 日本で最終エピソードとして放映された暗黒の帝王カポネのみでそもそもカポネはレギュラー放送では回想シーンを除いてはこのエピソードだけしか登場しない小林はレギュラー声優としてゲストの声やセミレギュラーであるシカゴ警察のジェイコップ所長の声を富田康生と交代で担当していた若山も当初は別のゲストの声を担当していた後に 有名ドラマで主演を張る俳優が多数ゲスト、出演している。担当した声優が判明しているものを紹介。左からアベル・フェルナンデス、ニコラス・ジョージアーデ、ポール・ピサーニ、ロバート・スタック・アル、カポネ役のネビル・ブランド、日本放映版とアメリカ放映版は若干放送順が異なる。また、第1シーズンで放映されたザ・アンハイド・アサシンパート 1&2 は、日本では、 放映を見合わせた。フロリダで起きた、ルーズベルト大統領暗殺未遂事件を扱った、エピソードだが、演説会場で暗殺を図るという内容が、当時、日本で起きた日本社会党の浅沼、稲次郎暗殺事件を連想させる内容のためと思われる。ありがとうございます。